庄内神社は山形県鶴岡市にある神社である。庄内藩主坂井家の4人の先祖を御祭神として祀っている。江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。鶴岡市のほぼ中心部にある庄内藩主の居城であった鶴岡城の本丸市に所在している。庄内一縁の人々により明治10年旧藩主を追悟して創建された。 社門は、堺家の家門である、丸に、県辺笛へ。社殿は、本殿、三州殿、宝物殿の三つに分かれる。本殿には、祭人として、堺忠寺公、堺越具公、堺忠勝公、井忠則公が祀られており、主に家事祈祷やお祓いなどが行われる。三州殿は、結婚披露宴各種宴会、講演会、 隠し展示会などに使用され、宝物殿には、酒井家より奉納された、歴代藩主ゆかりの宝物や、旧家などから奉納されたお雛様、ま、五月人形、絵馬、屏風、等の役に先点が展示されている。また、社源の周りとその周辺にある、鶴岡公園内には、桜の木が多く植えられており、春になると多くの花見客で賑わう。毎年8月には、 庄内神社のお祭りである庄内大祭があり、市民が江戸時代の服を着て街中を練り歩く大名行列が行われる。年末年始の初詣には主に酒井家に縁のある人々や神社周辺の地元住民の参拝者が多く訪れる。ありがとうございます。